自分の感情に溺れるくらいに自分のしたいことにもっと自分の好きなことを好きなようにしたい。でもそれは最終的には自分次第さ。なぜなら時間の無限にあるから。人のことを大切にそう大きく聞くことがどうじゃねえ。 MC はこの場で本当のことをすなわち 100% 吐くことが使命。俺の背中には罪がねえ。でも裏切りの傷一つや二つが癒えて、そのわけは言えねえ。でも正直にこのステージに全てを残すだけさ。なぜならそれが本当に自分のことを歌詞にぶつけ合う。ぶつかって跳ね返ってきて壁に絵を描く。そのなんかこの感じを分析してくらってわから音に伝わる。教えてくれたこの音からの世界。 Yes! 喋りたいよね。ほんじゃないことしたいから紡いできたこの伝統。 Yo! この伝統世界のような脳のキレ節のように練習が本番の練習。この一瞬触れたのエネ